レイチェル・ポッチャーは、イギリス出身のバイオリニストで、バロックバイオリンの演奏を専門とする。バロックバイオリンの天女と言われることがある。1968年イングランド生まれ、ギルドホール音楽演劇学校でデビット・タケノに、バイオリンを指示する。在学中よりフロリレジウムなどの小楽器アンサンブルを主催し、イングリッシュコンサートのコンサートマスターなどを務めた。様々なアンサンブルで、 ソリスト、指揮者を務め、2007年には彼女自身のアンサンブル、ブレコンバロックを結成した。CD 録音も、タスウーアリ、活動初期のものでは、彼女が創設したフローリレジウムや、パラディアンアンサンブルとの一連の録音、同じく、ギルドホール出身のフォルテピアの奏者、オルガトベルスカや、ソプラノのマイリローソンなどと組んだ、ハイドン化曲集などがある。 その後ヨハンゼバスティアンバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティートの録音で、現代におけるバロックバイオリンの最も重要な演奏者の一人としての評価を確固たるものとした。以降、オランダの CD 会社チャンネルクラシックスより、バロックからモーツァルトまでのレパートリーを録音し、発表している。バロックバイオリンの天女、レイチェル・ポッチャー、ビバルディの指揮を発表。 CD Journal News, w w w c d j o u r n a l c o m 2020年5月26日閲覧 https www.chanelclassic.com n a r t i s t s r a c h e l p o t g e r ありがとうございます。